はい、札幌市立の麻酔痛専門生態にさつき院長の川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も痛みでお悩みの新たに痛みの改善のためのヒントアイデアをお届けしていこうと思います。はい、なんかちょっと久々な気がしてますけれども、あなたお元気でしょうか。首の痛みについてですね、前回までで腰痛とすごく関わりが強いですよっていうところであったり、体にとっても重要な部位なので、そこに対してですねケアをしていくことすごく大事になってますよっていうお話をさせていただきましたけれども、今日は首の痛みシリーズっていうことでですね、原因のお話をしていこうと思います。原因のお話として挙げられるところで、今日お話ししていきたいこととしては前鋸筋っていう筋肉です。前鋸筋ってこう書かせていただいてますけども、大きい筋肉になってます。ここですね、ちょっと見ていただければと思うんですけども、肩甲骨の、ところからこっちの胸の前にかけてですねついている結構幅広い筋肉になってます。これ青いところ、今ですね青くしているところ、ここ前鋸筋っていうふうに言われます。ここの硬さによって首の痛みっていうところが引き起こされていってますよっていうところについて今日はお話しさせていただければと思います。これはですね、今日実際に来られている患者さんでも肩の痛みがある方に対して、ここを治療していった行くと少し良くなっていきましたので、ここがどう肩の痛みとか首の痛みについて関わっているのかっていう話をさせていただこうと思います。次回の動画でですねセルフケアの方法をお伝えしていきますので、そちらもご覧ください。本日はですね前鋸筋がどうして関わっているのかっていうところをお話ししていこうと思います。ここの肩甲骨見えないですごめんなさい、はい、すみません。ここの肩甲骨のところの後ろのところからついているっていう結構大きな筋肉になってます。これですね実際に解剖で見るとすごく大きくて、これが硬いせいでですね肩甲骨をこうやって外に持っていくような筋肉になっています。肩甲骨が外に引っ張られるような筋肉になってますので、肩甲骨がこうやって開いていくとその分ですね体が頭がこうやってあって肩甲骨が外に開いてしまうと、その分ですねここの筋肉だったりとかっていうところが突っ張ってきてしまって、それのせいで首の痛みだったりっていうところを引き起こしてしまいます。肩の動画のお話でもさせていただきましたけども、肩の痛みに関してもこっちが硬くなると肩甲骨が動かなくなってしまうので、その分ですね肩が上げにくくなったりっていうことが起こってきてしまいますので、この辺に対して治療していく必要があるっていうふうにお話しさせていただいてます。前鋸筋っていうところの筋肉ですね、見極める方法としましては、この脇の横のところですね、肋骨のところと脇のところ、脇からちょっと下ろしていくところに脇のところと重なるゴリゴリしているようなところがあると思います。肋骨のところですね、こういったところに指をクッとちょっとですね押し込んでいただいて、この状態で首を動かしたりしていくと首の動きっていうところ良くなっていくんじゃないのかなと思います。これが自分で見つける方法です。筋肉のところを自分で押して首を動かしたりとか腰を動かしたりしていくと痛みが変化していくと思います。この場合はあなたの首の痛みは前鋸筋って言われる筋肉のせいで起きているっていうことが分かってきますし、あとはですね座ってる時にですね、ここの肘掛けのところにこうやってよく座るような方、こう座るような方はこの前鋸筋っていう場所ですね、ここが硬くなってて、それをこの姿勢によって無意識的に柔らかくしていってるっていう可能性があります。右だったらこういうふうにですね腕を肘掛けにこうやってもたれかけさせて常にやっているような方はここの部分が原因になっている可能性がありますので、ここに対してですねセルフケアという形でやってみてください。次回ですねここのセルフケアの方法をお伝えしますので、お見逃しないようにしてください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。